さあ、よさこい春よい祭り坂道での演舞、トリを務めいただきますのは本屋でございます。チームコンセプトはもうずっと変わっておりません。踊る人も見る人も楽しめるよさこいということで、本屋は踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと、今から25年前に結成されました。皆さんに笑顔と元気をお届けできればと思います。さて、昨年の、テーマですね、2014年の本屋よさこいのテーマは夢吉祥、夢に向かって一無尽。これはコーチの言葉で言う一生懸命ですね。一無尽というギターデュオもいますが、夢に向かって一無尽、勇気を持っていざこぎ出そうという思いを持って踊ります。それでは本屋のご口上場よろしくどうぞ。皆さんこんばんは、本屋です。いつも温かいご声援をありがとうございます。おかげさまで今年本屋は、25周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。今日もたくさんの県外、そして県内からもお客さんに声をかけていただきまして、もう感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこのお客、10年前に本当にみんなが手作りで始めたお客なんですけど、今回はその1年目に立ち返って未来という子どもさんチームを作りたいということに、皆さんがまた協力して応えてくれましたことも重ねてお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。よさこい自体が高知の町の元気、そして 今はですね、もう日本の元気に応援しようということで、みんな頑張ってやってますので、末永く全てのチームに応援くださりますように、どうかよろしくお願いいたします。では本屋の方も踊りますので、ご声援よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。ホニアの皆さんでした。皆さん大きな拍手を送ってください。ありがとうございました。Thank you.